マックス・ルート・ビヒ・ヘニング・デルブリュックはアメリカ合衆国の生物物理学者。1969年度のノーベル生理学・医学賞受賞者。スウェーデン・カロリンスカ研究所関係者。ドイツのベルリンで生まれた。父のハンス・デルブリュックはベルリン大学の歴史学者で、母はユストス・フォン・ディービッヒの孫娘だった。デルブリュックは宇宙物理学を勉強していたが、 ゲッティンゲン大学で理論物理学に転校した。1930年に博士号を取得すると彼はイングランド、デンマーク、スイスなどを旅した。この途中でボルフガング・パウリ、ニールス・ボアラと出会うことによって彼は生物学に興味を持った。1932年にベルリンに帰国しリーゼ・マイトナーの助手になった。彼は 生物学を追求するために1937年にアメリカ合衆国へ移住し、カリフォルニア工科大学で症状場への遺伝学の研究を始めた。また彼は細菌やウイルスの研究も行った。1939年、彼は E.L. エリスと共著でバクテリオファージの成長についての論文を書き、その中でウイルスは 細胞でできた生物とは違って、一段階で複製することを示した。彼は1941年に、メアリー・ブルースと結婚し、4人の子供を設けた。第二次世界大戦中、デルブリュックのニー・ユストゥス・デルブリュック、アネ・エミー・ボンヘッファー、その夫クラウス・ボンヘッファーは、ナチスに対する抵抗運動に参加し、クラウスとディートリヒは、ヒトラー政権末期に処刑された。 デルブリュック自身は、対戦中もアメリカ合衆国に泊まり、ナッシュビルのバンダービルト大学で、物理学を教えながら、研究を続けた。1942年、彼は、インディアナ大学のサルバドール・エドワード・ルリアと共に、最近のウイルス抵抗性は適応の結果による、ものではなく、突然変異によるものであることを示した。ルリア・デルブリュックの実験と呼ばれるこの研究によって、彼らは、 アルフレッド・ハーシーと共に1969年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。同年、サルバドール・エドワード・ルリアと共にコロンビア大学よりルイザグロス・ホロウィッツ賞を受賞した。1950年代より彼は生物物理学の手法を使って感覚生理学の研究を始めた。また彼はケルン大学に分子電学の研究所を立ち上げた。 デルブリュックは20世紀に流行った物理学から生物学へ転向する潮流の中で最も人々に影響を与えた人物の一人である。物理学をベースとした生物学の考え方はエルビン・シュレーディンガーの著書ホワット・イズ・ライフから影響を受けている。この本はフランシス・クリック、ジェームズ・ワトソン、モーリス・ウィルキンスにも大きな影響を与えた。1940年代に彼は コールドスプリングハーバー研究所にバクテリオファージー遺伝学の研究所を作った。デルブリュックの推進したファージグループは初期の分子生物学の発展に大きな役割を果たした。1967年には王立協会外国人会員に選出。また、アメリカ物理学会によってマックス・デルブリュック賞が設けられている。ありがとうございます。